皆さんこんにちは、スティーブです。大人間チャンネルのマインクラフトエピソード2、4回目、スタートです。ではおやすみ。であれ、モンスターが近くにいるため眠れません。だと？あ、眠れた眠れた。では、昨晩のモンスターを倒しに行きましょう。おったおった、スケさんとゾンビか。いた。一旦撤収。ゾンビなら倒せるかも。一旦撤収。弓を作ろう、と思ったけど、作り方がわからん。こうなったら木の剣だけで戦おう。あとは全部チェストに入れて。その前に植林。あとは全部チェストに入れて。おら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 、戦闘開始じゃあ。なんだおめえ、装備もなしに金券だけで俺に勝つつもりか。俺に勝とうだなんて100年早い。ガハハハハ。なんだ、まだやるのか。何度やっても結果は同じだがな。ガハ。なんだと、昨日睡眠を妨害したのはお前らだろが。何をわけのわからぬことをごさごさと出直してまいれ。あいつ絶対に許さんぞ。また来たのか、懲りないやつめ。私の望みはただ一つ、お前を倒すことだ。好きにしろ。お前を倒す、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 お前を倒す。うるさーい。馬は使えるかな？そういえば蔵がいるんだった。また来たんか。ほんまあんたってやつはこりんな。何遍も何遍もしつこいな。ぐへぇ。勝った勝った。安民妨害は死罪に値することをよく覚えておけ。まあ、戦利品はこんなもんか。とりあえず、家の周りの湧き潰しをしよう。いつもの木こり。
松明作って。なんか、あそこからモンスター降ってきそうで怖いなぁ。で、残りの湧き潰し。そろそろおしまい。また次回。さいならー。キラキラと光